はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は水曜日、面白福祉の時間です。アナちゃん、なんでそんな喋りしてるのって思うかもしれませんけど、あまり大きな声を出してはいけない時間帯だからです。はい。現在私どこにいるかと申しますと、宮城県のとあるビジネスホテルにおります。はい。今日は演奏しまして、演奏後、はい。こちら、とあるビジネスホテルに入りまして、打ち上げで飲んでは来たんですけれども、はい。やっぱりもうちょっと飲みたいなみたいな、はい、思って、はい、これから何の動画を撮ろうかというと、私全盲のアナちゃんが、はい、一人で、お酒を買いに行くという動画を皆さんにご覧に入れようと思います、はい、なかなかスリリングでしょ。結構な夜中ですよ今、はい、私10階に泊まっております。で、部屋を出ましてエレベーターを探して1階へ降りて自動販売機コーナーを探してお酒の自動販売機を探して、ロシアンルーレット風作戦で、はい、お酒を買ってここに戻ってくるというミッションの動画です。クククククク、果たしてどんなトラブルが待っているでしょうか。まだ私自分の部屋の中なので、これぐらいの声で喋ってますが、もう部屋を一歩出たら全く基本的には喋りませんからね。映像だけでお楽しみください。一応500ミリリットルの、ビールなりなんなりをゲットしたいというのが希望です。でも仮に500ミリリットルの何がしかが出てこなかったら、350ミリリットルのが出てきてしまったら2本買って帰ってこようかなというのが、はい、一応自分に課したミッションですと言って何も買えずに、あるいはアルコールの自動販売機を見つけられずに終わってくるかもしれないし、もしかしたら自分の部屋に戻れないで終わるかもしれない。まあ大丈夫だと思いますけどね、私のことですからね。はい、じゃあ行きますよ。皆さんいいですか。鍵を取ります。部屋を出ますよ。いいですか、いいですか。ここから喋りませんからね。
エレベーターには無事乗れました。できました。意外とちょっと順調すぎて面白くなかったかな。これでも全然やらせ抜きでやってます。自動販売機の場所は、実はホテルに来た時に、こちらの主催者側のっていうか、あのスタッフさんと、ノンアルコールの、ペットボトルを1本ゲットしたので、自販機コーナーの場所はなんとなく見当がついてたんですよ。でもアルコールこんなに、簡単にね、あのアルコール自販機に巡り合えると思わなかったし、そしてすんなり500が出てくると思いませんでした。結構すんなりすぎて面白くなかったかな、逆に。ちょっと今あの鍵開けるときに1回目開かなかったじゃないですか、ね、あのもしかして部屋間違えたかなと思って一瞬焦りましたけどね。じゃあちょっと待ってくださいね。よし
飲みます。いただきます。これはこの味は発泡酒かな。はい、あの喉越しなんとかとかそういうやつじゃないかな。大体400円でちょっとお釣り来たからね、ビールにしたら安すぎる気がするしね。うん、まあちょっと目標としてたのよりはお酒的にはあれだけど、でもよくやりました。ということでロシアンルーレット風自販機攻略法もバッチリハマりましたし、はい、まあ、このようにして、まあ、何が言いたいかというと、ビジネスホテルで一人で泊まっても、はい、大体いつもどうにかしてるという、はい、アナちゃんですよというお話でございました。よかったらいいねボタンやチャンネル登録も嬉しく。アナちゃんでした。